ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。ちょっと確認しました。昨日あんなことなければすぐ帰れた。サボってんじゃないの。ずっとついてるよな。はい、この後またすぐ対応しよう。今直します。これも一件。あ、苦しいですよ。僕はこのバスに乗って、散歩するために水蓮公園へ行こうとしているんだ。次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。
揺れてる。大きな揺れだぞ。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は正直言って今は分からない。あんた、大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ！恐ろしかった。大変なことになったな。こんなのめったに取れないからな。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。
身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。周りの状況に注意してお近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報です。震度7が川瀬県翡翠市山目市、震度6弱が川瀬県西部北部、震度5が川瀬県東部、震度4が福崎県東部、富島県西部、その他山坂県南部でも震度3を観測しています。今大きな揺れを感じました。先ほど強い地震があり、今も余震が発生しました。 GZ ラジオのスタジオでも大きな揺れを感じました。非常に大きな感じました。スタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。地震が起きました。まだ情報が錯綜していますが、震度7が川瀬県南部の翡翠市山目市。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。ずいぶん早い昼ご飯ですね。そうですね。こんな時間にお弁当を食べてるなんておかしいですよね。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て、僕は…いや、じたしてるよな、この親父。しびれるぜ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。午前10時4分ごろ、非常に強い地震がありました。震度7が川瀬県、
しよう、うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何があったんですか。すみません、私この近くにある翡翠学院高校の教師で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。喜んで探します。すみません、ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。どこで落としたのかしら。
エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。Huh!
おーい、誰？誰なの？動けないのよ。手を貸してちょうだい。わかりました。お願いします。よいしょ。助かったわ。あれ？うちのスタッフじゃないの？ごめんなさい、スタッフだと思っていたものだから。とにかくここは暗くて危ないから外に出た方が良さそうですね。ずいぶん壊れちゃったのね。助けてくれてありがとう。どういたしまして、明美さん。優しいのね。ところで、どうして私の名前知ってるの？みんなが探していたから。あ、そうだ、私ずっと閉じ込められてたんで、みんな探してるんだ。私ここでデザイナーしてる明美っていうの。
よろしくね。あなたの名前教えてもらっていい？よろしくね。それじゃあ私、みんなが心配してるから行くわね。あ、そうだ、こんな時だけど、うちの服気に入ったのがあったら試着してみてね。じゃあね。探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど、鍵。Thank you.
ちょっと待って、あなた、うちの商品持って出ませんでした？持っていませんよ。では、これにて失礼。そう、すか。